こんにちは。本日は、日立新型コードレスインパクト WH14DBAL 型2型の説明をしたいと思います。前回出しておりました、WH14DBAL 型のですね、マイナーチェンジモデル型としまして、今回国際規格適合証明書取得ということで、こちらの IP56 取得商品となっております。こちらの IP56 っていうのはですね、こちらの防塵、外来固形物の侵入に対する保護等級が5というのが5ですね。とあと耐水、水の侵入に対する保護等級6ということになっております。それで IP56 ということで取得になっております。中身のですね、こういった、継ぎ手の部分を全部コーキングしまして、耐水ということになっております。あとあの防塵、実験を行いまして、そちらの方で、動かしはしないんですけど、そのままの時間ですね、8時間ほど、ホコリにまみれてもその後動くということが分かりまして、この IP56 というのを取得しとる商品でございます。今までですね、耐久性とか耐水性とかよく雨の時でも使われると思いますけど、まあ、その時によく故障の原因となってたんですが、そこら辺をなるべく故障させないような感じの、等級を取って出してきたのがこちらの、WH14DBAL 2型になっております。動き的にはですね、まあ、今まで通り、こちらの方で、メモリー前にスピードがこう上がっていく感じになっております。とこちらの方で、ライト点滅、こちらの方は前とは変わりませんけど、中身が随分変わったということですね。あとは粉塵に対してですね、こちらの特殊風窓構造ということで、こちらの方を粉塵が入りにくい構造にしておりますので、こちらの方も今特許出願中となっております。こちらの商品なんですけど、ぜひとも今までの WH14DBAL 型を持ってられる方は、この2型に変えていってご購入の方をお願いしたいと思います。